ホンダ、日産、マツダ、ダイハツ、スズキ、レクサス、スバル。大家好，我是 Yuna。皆さんこんにちは、私は Yuna です。今天我想给大家分享的是汽车品牌的日语发音。首先是日本的汽车品牌。第一个，トヨタ。トヨタ由三个土元组成的方田招标代表的是 Toyota 的地和汽车方向盘。另外，方田招标还包含有 Toyota 的所有字母。Honda。Honda。本田在全世界范围内作为汽车制造商非常有名，但是即使除了汽车，本田制造的产品还有摩托车、发电机、船外机，而且竟然还有飞机。日産。日産最近日産更換了新的ロゴ。この新しいロゴはシンプルでスタイリッシュなデザインになりました。このロゴに対してはポジティブな意見が多く、ゴテゴテ感がなくなって今風のデザインになったという意見がありました。还有很多人觉得这样的设计很可爱。大家是怎么觉得呢？マツダ。マツダ。马自达的车标并不只是一个简单的 M， 它是以翅膀为主题而设计的，上阵职也更像一层的发展和速度感，以及市场自主变化、朝着革新方向进发的企业形象。エンブレムにはマツダの M だけではなく、翼をモチーフに作られていて、企業のさらなる発展やスピード感、常に変化することをやめずに革新的に進んでいくという思いが込められているんだそうです。ダイハツ。ダイハツ。丰田可以说是日本最大的汽车制造厂商，而大发擅长生产小型汽车。即使现在大发是丰田的100% 出资的子公司。トヨタは軽自動車を生産していませんが、それを得意とするダイハツと二人三脚で商品展開を強固なものにしているということです。スズキ。スズキ。名字来源于创始人鈴木道夫的姓氏。以上5年林木公司用代表鈴木的 S为主要元素，设置出了沿用至今的 S 招标。レクサス。レクサス。レクサスはトヨタ自動車が展開している高級車ブランドです。レクサス这个名字包含有奢华和最高端技术的两种含义。ドイツ語のルックスが語源になっているそうです。スバル。スバル。スバルのエンブレムといえば、星が6つつながったマークが有名です。これはお牛座のプレアデス星団の和名、スバルから来ているそうです。好、現在日本就結束了。在日本的汽车展览会上，让车模用手来表演企业 logo 的做法非常流行。其中最有名的是这个。接下来，我想给大家介绍一下国外汽车品牌的日语发音。ベンツ。ベンツ。
Audi BMW フォルクスワーゲンボルボ这个中文怎么说呢？沃尔沃。ジープ。ポルシェ。ベントレー。フォード。アストンマーチン。フェラーリ。ランボルギーニ。マセラティ。好，今天的汽车品牌日语发音的介绍就到这里了。接下来我还想给大家介绍其他的品牌名的日语发音。你们想听哪个日语的品牌名？请在下面留言告诉我。那今天的影片就到这吧，我们下个影片见，拜拜。トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、ダイハツ、スズキ、レクサス、スバル、ベンツ、アウディ、BMW、フォルクスワーゲン、ボルボ、ジープ、ポルシェ、ベントレー、フォード、アストンマーチン、フェラーリ、ランボルギーニ、マセラティ。